僕には新しい塗装をしてもらう資格がある。僕はこの鉄道の誇りだし。そうは思えないね。君は見た目も良くないし、立派な機関車としてのたしなみを知らない。ヘンリー、貨車も満足に押せないなら木とでもおしゃべりしてたらどうだ。森が好きなんだろう。僕だったら木を押しのけて走るね。赤い乱暴者なんて真っ平だ。ふん、走れ、走るんだ。でも僕は乗り換えたばかりなんです。トーマスかパーシーにやらせてください。あいつらは汚いし。助けてー、貨車たちがどんどん押してくるんだ。助けてー、助けてー。お願いだ、丘を登るの手伝ってくれないか。貨車たちが言うこと聞かなくて困ってるんだ。お前のろまだな。はあ、僕だったらあんなディーゼルに騙されたりしないね。はい、わかりました。はん、さっさと貨車の用意をしろ。それから絶対に僕に近づくなよ。僕はパーシーなんかと同じじゃないぞ。真ん中の機関車でもない。絶対に動かないからな。負けるもんか、絶対にやってみせる。よいしょよいしょ、いつになったら頂上に着けるんだ。やったやったぞ。